は珍しく、素手走塁にファン心配、忘れたのかな？ブルワーズ64ドジャース、日時間16日ミルウォーキードジャースの大谷翔平投手が15日、日時間16日、敵地でのブルワーズ戦に1番、指名打者で出場し、5回戦闘の第3打席で右安打を放った。直後、一塁ベース上の大谷は珍しく走塁用の手袋をせずにプレー。この光景にファンは走塁用の手袋忘れた？大谷さんランナー用の手袋してないけど、こういうのマジで小さい怪我につながるからやめてなど心配の声を上げていた。5回無視1塁、出塁したばかりの大谷はリードを取り、牽制球に頭から帰塁。普段は走塁用の手袋を装着しているが、この時は手袋をはめておらず、素手でベースタッチを行っていた。ダグアウトでは、同僚のカーショーが走塁用の手袋を準備していたが、このシーンでは手袋を受け取ることがなかった。この光景を SNS などで確認したファンは、走塁用の手袋を忘れるということがあるんですね。次の打席は、走塁用手袋ちゃんとポッケに入ってた。安心、牽制で帰塁するとき、手から戻るから怖かったんやが、さっきの大谷さん、ノー手袋だったから走らなくてよかった、忘れたのかな？怪我気をつけて、などの声が集まっていた。さらには、珍しすぎて興奮、大谷さん素手？珍しい場面です。なんか、ランナー大谷で、素手が見えてるの珍しすぎて興奮するなど、レアすぎるシーンに驚きを隠せないファンも見られた。フルカウント編集部、